俺の忍者アニメの知識をなめるなよ。こうして水の上を、うわはは、忍者佐藤一馬、ただいま参上。見慣れた景色のはずなのにすごく綺麗だ。視点を変えるって大切だな。くの一リア剣山なんてね。このスバ、このスバ、抜き足、差し足、忍び足。さすがは踊り子ってところか。足音消して歩くのもうまいし、日頃のダンス特訓の賜物ってわけだな。それはいいんだが、この格好をする意味はあるのか？アクアが作ってたんだよ。お裁縫の腕が錆びないようにとかなんとか言って。それにこれ着ると潜伏スキルの効果が倍増する気がしないか？まあわからなくもない。この世界で忍者の格好をするとは思わなかったけどね。んで他にもいろいろ作ってみたんだ。見よ、佐藤一馬特製の忍具の数々。手裏剣にまきびし、それにこれはクナイか。お、巻物まであるんだな。あ、おい待て、それはまぶしい。だから言わんこっちゃない、発光するライティングの巻物だよ。こんなところで光を出したらモンスターに。見つかったか、一旦退却を。何してんだリア、早く逃げるぞ。もうあんなところに。泣き菱でも食らいやがれ。カズマ、本物の忍者みたいだな。このスバ、ようこそ冒険者ギルドへ。シュワシュワでもの君のパーティーに。普段からゲス、槍の特訓だって。今日はどこ、あまりの強打。チンピラ呼ばわり。私はかわ、エイミーは褒めて。このスバ、このスバ、あれどこですか？まったく、こんな場所に呼び出しておいて一体何の用かしら。わざわざ高魔の里を出てきて私たちを呼び出すくらいだ。何かよほどの理由があるのだろう。もしかしてかっこいい登場の仕方とか狙ってるんじゃないのか。いずれにしろそろそろ出てきてもらいたいもんだけど。ちょっとアルエの悲鳴じゃない？アルエ無事ですか？油断した。一体どうしたらそのような状態に。うせうせうせ、おい後ろ、モンスターも近づいてるぞ。逃げようにもこれでは。私のことはいい、君たちだけでも逃げてくれ。きっと私はモンスターに蹂躙されてしまうだろう。だが気にしないでくれ。蹂躙だと、その役目私が代わろう。そんなこと言ってる場合か。そうよ、早くアルエを助けなきゃ。き
っと私を助けられるのは伝説の紅の大魔法使いのみ。え、伝説の何だって？はあ、はっはっは。私のことを呼びましたか、アルエ。我が名はメグミン。伝説の紅の大魔法使いにして爆裂魔法を操る者。なんだかメグミンがずいぶんやる気になってるわね。伝説とか言われて高魔族の金銭に触れたんじゃないか。私が来たからにはもう大丈夫ですよ。さあ一撃で終わらせてやりましょう。一撃？できればもう少し苦戦して倒してほしいんだが。助けてもらうってのに注文が多いな。うせうせうせ。大変、アルエが狙われてるわ。ああ、もうひとまずこいつらを倒してからだ。行くぞ。このスバッ。敵を倒して討伐メダルを集めましょう。抵抗もできず身ぐるみを剥がされる恐怖。なるほど、これが姫の気持ちか。このスバ。さあ私の剣を受けてみろ。うせうせ。ちょっとダークネス、全然当たってないじゃない。ちゃんとして。くっ、すばしっこいやつだ。全然だから。どっちかっていうと動きは遅い方だから。打ちたい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 。まだだ、我慢しろ。もうちょっと敵を引きつけてからだ。うむ、なるほど、これは参考になるね。よし、敵が一箇所に固まった。撃っていいぞ。我こそは紅の大魔法使い。その目に焼き付けるがいい。エクスプロージョン。ナイス爆裂。よし、終わったな。ありがとう、おかげで助かったよ。あれ、今その縄をほどいてあげるわね。いや、いいんだ、お構いなく。最初から縛られてなどいなかったからね。え、もしかして縛られたふりだったの？検証のためだよ。実は今勇者が魔物に捕まったお姫様を助けに行く話を書いてるんだが、囚われのお姫様の気持ちを知りたくてね。捕まったふりをして君たちに助けてもらうことにしたんだ。は？なんだそりゃ、まったく人騒がせな。ところでやってみたい検証がもう一パターンあってね。縛られたままモンスターに連れ去られてみたいんだ。モンスターはもう倒しちまったぞ。その点は安心してもらって構わないよ。モンスター寄せのポーションがあるからね。おいおい、いくら上級魔法使いだからってそんな無茶。私がやろう。アルエ、捕まった私を存分に観察してくれ。ありだね。なしだね、もう帰るぞ。残念。ま、また次の機会にするとしよう。このスバッ。